ポートランド都市圏の位置ポートランドバンクーバー大都市、統計地域は、アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド市を中心としたオレゴン州とワシントン州にまたがる都市圏である。ポートランド大都市圏や、オーポートランドとも呼ばれる。アメリカ合衆国国政調査局は、ポートランドバンクーバー大都市統計地域の範囲を、オレゴン州クラッカマス軍、コロンビア軍、マルトノマ軍、ワシントン軍、 ヤムヒル軍、及びワシントン州クラーク軍、スカマニア軍の全域として定義している。ワシントン州の2軍については、オレゴン州とコロンビア側を挟んで離れた位置にある。ポートランド都市圏のオレゴン州部分は、同州最大の都心となっており、地域内の土地利用計画などを行う、直接民主制地域政府、メトロの管轄下にある。現在の同都市圏の定義は、 最近になって作られたもので、それ以前は、ポートランド統合都市圏として、セーラム大都市統計地域を包括する大都市圏を形成していた。もし、セーラム都市圏が、現在もポートランド都市圏の一部に属していたならば、ポートランド都市圏の人口は2599,142人になっていた。さらに近接する。 ロングビュー都市圏も合わせれば人口は270万8396人にまで上っていた。ポートランド都市圏に属する主要都市は、オレゴン州、ポートランド、ビーバートン、グレシャム、ヒルズボロ、ワシントン州バンクーバーである。また小規模な都市としては、オレゴン州ダマスカス、フェアビュー、グラッドストーン、キングシティ、レイクオスイゴ、ミルウォーキー、オレゴンシティ、シャーウッド、 タイガード、トラウトデール、トゥアラティン、ウェストリン、ミルソンビル、ウッドビレッジ、および、ワシントン州、バトルグラウンド、キャマス、ワシューガルがある。また、同都市県に属するオレゴン州の非法人地域として、アロア、ビーバークリーク、シーダーミル、クラカマス、ダンスオープ、ガーデンホーム、ローリーヒルズ、ウェストスロープがある。ポートランド・バンクーバーヒルズ大都市統計地域は、 アメリカ合衆国で第23位の人口規模を誇り、その人口は220万7462人に上る。そのうち159万5704人がオレゴン州に居住し、残りがワシントン州に居住している。同大都市統計地域はオレゴン州、マルトノマー郡、ワシントン郡、クラカマス郡、コロンビア郡、ヤムヒル郡お及びワシントン州クラーク郡。 スカマニア軍から構成される。この地域には、中心都市である、オレゴン州ポートランドのほか同州ビーバートン、グレシャム、ヒルズボロ、ミルウォーキー、レイクオスイゴ、オレゴンシティ、フェアビュー、ウッドビレッジ、トラウトデール、トゥアラティン、タイガード、ウェストリン、バンクーバー、ワシントン州バンクーバー、キャマス、ワシューガルが含まれる。ポートランドでは、 週刊高速道路84号線が終点として、週刊高速道路5号線とジャンクションを形成する地点である。その他の重要な道路として、都市圏東部のバイパスである、週刊高速道路205号線、西部と南東部を結ぶ、国道26号線、北西に伸びる、国道30号線、国道26号線と、週刊高速道路5号線を接続し、 ビーバートンを貫くオレゴン州道217号線がある。国道26号線と国道30号線はオレゴン海岸まで続いている。また、ワシントン州道14号線はコロンビア側の北岸沿いを通る道路でバンクーバー中心街から東に向かってかます和州ガルまで続いている。オレゴン側の公共輸送機関はその大部分がトライメットによるサービスである。 その他、サンディで運営する、サンディエリアメトロ、モラーラ近郊で運営する、サウスクラカマストランスポーテーションディストリクト、キャンビー近郊で運営する、キャンビーエリアトランジット、ウィルソンビルで運営する、サウスメトロエリアリージョナルトランジットがある。ワシントン州クラーク郡で運営している、公共輸送機関に、シートランがある。オレゴン州コロンビア郡では、コロンビアカウンティライダーという輸送機関が、 平日のみセントヘレンズとポートランド中心街を結び、またスカプースとセントヘレンズの間を結んでいる。スカプースセントヘレンズ間では、ワシントン郡の都市部の数カ所で停車する。ありがとうございます。